はい、おはようございます。キリトです。そろそろ来ると思うんですけども、早く帰る。おはようございます。おはい、ドッキリ。何キリとしてんの？え、この間ドッキリ仕掛けたでしょ、俺に。うん、しっかりしちゃえ。そういうこと。そういうこと。ちょっと待って、本気でびっくりした。はい。何だろうと思って今。やったね。え、何ですか？ちょっと待って、あれ、もしかしてこの服ってこの間買ったやつ？この間買ったのは、あ、GU はこのジーンズ買った。あれ、上はラルフローレン？スパキ。スパキ？エルカチャンネル。はい、エルカチャンネルのショーです。キリトです。もう言っても12月も切りましたね。ですよね、はい。もう今年終わっちゃうんですよ。1年あっという間だったね。なんか撮影っていう撮影が全然できなくて。言ってやっぱりコロナ、みんな緊急事態が出て動きづらくなってて、なかなか外での撮影っていうのができなかったんですよね。どうですかね、まともにし始めたって思うのが、ワンピースの銅像あたりから、波を取りに行ったとか、ロビンを取りに行ったとか、あのあたりからちょっと外に出始めたかな。丸にしても本当この間1年ぶりなんですよ。この間の動画どうだったんですか？なんかちょっと反響ありました？反響、あったよ。ありました、うん、モザイク入れなかったんで、ね、どうかなと思ったんですよ。モザイク入れない方がいいよって、モザイク入れてたら誰で手を、友達から、後輩からです。あ、後輩から犯罪者呼ばわり。犯罪者呼ばわり。そうなんだ。本当ね、編集する側としては、在庫を入れるか入れないかが全然やっぱ違うのよ。こんなんしたりするじゃん、カメラね。の時のモザイクのかけるのが、まあめんどくさい。それはもう、分かってました。もういつも、お疲れ様ですもん。いいえ、もう協力してもらって、いつもありがとうございます。ありがとうございます。キリと丸が OK してくれたんで、モザイクなしの動画ができたんですね。撮影強かったですね。面白かったね、はい。まあちょっとショックだったけど。なるほどね。でもそれだけあの洋服人気があるってことじゃないの？人気あります。なんで今年もそんなないんで、来年に向けてのなんかこれしたいな、あれしたいな、喋ろうかなと思いまして、年始めはですよ、毎年恒例になっている、俺が遅くなっちゃったけど初詣行きます何回かやってるやつで、近所の神社に夜行ってですね、お参りするっていうやつですね。それを来年もするんですけど、この間なんか言ってたじゃん、別のとこでしようとか言ってなかった？加藤神社、あれに来年4人で行けたらなと思ってましたけど、どうでしょう。いいと思うよ。加藤神社って熊本城が見えるところ？そう、熊本城が見えますね。来年の初詣の動画は加藤神社の方に行って、俺だけ初詣してないのを3人が連れてきたと連行してきたみたいな首根っこつかまれてズルズル引っ張ってロープでね、でやるっていうやつですね。あ、いいじゃないですか。面白いと思います。エルちゃん、あるぐらいになるんですかね。過去に動画あげました、キリとハイブランド購入の巻、さっきもちょっと言ってた、言ってたやつのね、あれができませんでしたので、福岡編を、あ、そう、福岡編だ福岡編をちょっとねやりたいですね。これも入れていただければと。いえいえ、それはぜひぜひ連れて行ってください。もしも福岡が食べれたら、東京行きます。徳田店銀座です。
ちょっと待って、何高速って。え、俺飛行機嫌いだから。いやいや、え、何、東京に行くの？ブランドで言ったら銀座でしょ。そうなのかな。諦めないで東京に行くと。うん、諦めもしてるの？諦めもしてるの？バカだろ。WRL は諦めません。すごすぎるよそれ。その東京に行くっていうのも面白いけど、でもそのためには福岡編をしないとダメってことでしょ。福岡に行くのは決定じゃん。決定よ。これはもちろん動画の最後に言ったじゃないですか。では次回こけたいってね。そうか、東京編か。行くまでの間が別の動画になりそうじゃない。福岡行ってありませんでしたってなったわけよね、その話は。じゃあこれは東京に行くしかないみたいな話になるでしょ。なるわけです。だから実際のその洋服の話は東京に着いてからじゃん。そうそう。じゃあその間って車で行くってことでしょ、はい、めっちゃ動画できるじゃん。ああもうめっちゃできますよ。10本ぐらいの内容になりますよ。それはそれで、まあいいあれができますね。できますよ。じゃあ2つ目と3つ目。エルちゃん、あとはね、ワンピースのゾロ。あ、そうだ、ゾロさん忘れてました。ゾロができるんですよね。だからそれを見に行かなくちゃいけないわけですよ。めちゃくちゃ近所なんですけど、前回やられましたからね。前回なんか当たってなかった。カライモくんがね、いたわけですよ。あ、ゾロと町のシンボルか。だからどこに立つんだろうって本当に気になって。カライモくんを撤去してどうのとこじゃないですか。今度からゾロがシンボルでみたいな。まあそれはそれでいいと思うけどね。いやだからすっごい楽しみで、これでやっと当初の決まってた銅像が出来上がるわけですよ。撮影して今までの銅像のダイジェストが多分流れるんですよ。エルちゃん、とりあえず3つですよ、3つ。今分かってるのが、なんかしてみたいことある？これっていうのはないね。Lちゃん、話してるところを撮影するのが面白い。俺はなんか一人で喋ってても言葉のキャッチボールがないじゃん。やっぱりキリトがいて、やっとキャッチボールが俺ができてるわけよ。じゃあそこに丸が入りました。これで三角形ができたぞと。ルーシーも来ちゃえば四角になっちゃうわけじゃん。そしたら順番通り投げてたのがどうにでもなるじゃん。それやりたくて、作られたやつじゃなくて日常的なのを撮りたい。ただ話す内容はプライベートなことは言えないから、昨日しこったとかそんなこと言えないじゃん。今の部分はカットだから大丈夫よ。使わないとダメ。ダメよ。もうカットなし。カットなし。ゆかちゃんには常にフロープ。一応クリーンなチャンネルを目指してるんで、俺そんな言いたくなかったんですけどね。わかりました、頑張ります。さっきあいあいとした感じなんだけど、まあ話す内容が何だろうね、何話せばいいんだろう。いっぱいいろいろ来年もしていきたいと思ってるんで、緊急事態とかが出ちゃったら考えないといけないんだけど、来年は一歩進化ができるように頑張っていきたいと思います。ということで今回の動画はここまでです。次回も俺たちにかかってこい。